ジャパンラグビートップリーグ2017-2018は2017年から2018年にかけて行われた日本国内最高峰の社会人ラグビーリーグである。ジャパンラグビートップリーグ2017-2018の,の参加チームは可表の通りである。昨シーズンの結果、ホンダヒートが今シーズンより新設されるジャパンラグビートップチャレンジリーグに合格し、 NTT ドコモレットハリケーンズが地域リーグから昇格した。本年度は2019ラグビーワールドカップに向けたラグビー日本代表および3から7月に行われるスーパーラグビーの日本チームサンウルブズの試合強化日程を考慮に入れた上で昨シーズンは行われなかったカンファレンス制ポストシーズンが2シーズンぶりに復活。 これまでは別大会として行われていた日本ラグビーフットボール選手権大会がトップリーグの優勝決定トーナメントと兼ねることになった。今シーズンよりトップリーグと各地域リーグの間に新しく全国規模の2部リーグとしてジャパンラグビートップチャレンジリーグが創設された。それに伴い今シーズンは以下の点が変更される。位決定戦の結果近鉄ライナーズが トップリーグ16位となり、トップチャレンジリーグへの自動降格が決定した。トップチャレンジリーグセカンドステージ上位リーグの結果、ホンダヒートが優勝し、トップリーグへの自動昇格が決定した。今シーズンは、トップリーグからは13位、胸方サニックスブルース、14位、コカ・コーラ・レッド・スパークス、15位、NTT ドコモレッド・ハリケーンズの3チーム。 トップチャレンジリーグからは2位日野自動車レッドドルフィンズ、3位三菱重工相模原ダイナボアーズ、4位九州電力給電ボルテクスの3チームが出場する。入れ替え戦の結果、胸方サニックスブルース、コカ・コーラレッドスパークスのトップリーグ残留、日野自動車レッドドルフィンズのトップリーグ昇格が決定した。なお、入れ替え戦を勝利して、 トップリーグに昇格するのは2015から2016シーズンの胸方サニックスブルース以来にシーズンぶり3チーム目である。2017から2018シーズンの年間表彰式は2018年1月21日に実施された。トップリーグ優勝チームフェアプレーチーム賞トップリーグ MVP 新人賞最多トライゲッター得点王ベストキッカーベストホイッスル AIG 賞 AIG 賞とは、今、シーズンレフリーとアシスタントレフリーを合算して最も多く担当し、多大な貢献をした方に贈られる賞。オプティ賞オプティ賞は、ジャパンラグビートップリーグ2017から2018、第13節までの104試合を対象に、ゲインメーターの記録が最も高かった選手に贈られる賞。ゲインメーターとは、プレーが始まる場所から、 ゴールラインに平行に引いたラインをボールを保持した状態で攻撃方向90度に進んだ距離の総数。ゲインラインはキックオフの時はセンターライン、キックをキャッチした時はキャッチした場所、スクラムの時はスクラムの中心からゴールラインと平行に引いた仮想ライン。リーグ開幕に先立ちトップリーグ選手出演の PV、トップリーグの逆襲が公開された。 2017年度以降日本選手権大会方式変更のお知らせ日本ラグビーフットボール協会2017年1月18日ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2017から2018シーズン参加8チーム決定ジャパンラグビートップリーグ公式サイト2017年1月28日なお敗れた NTT ドコモレッドハリケンズは前回胸型サニックスブルースが 入れ替え戦を経て昇格した時の対戦相手であり、トップリーグ史上初めての入れ替え戦で複数回、敗れたチームとなった。ジャパンラグビートップリーグ公式サイト2018年1月21日、日本最高峰の戦い、トップリーグ8月18日開幕、プロモーション動画も必見、ラグビー共和国、2021年1月10日閲覧、ありがとうございます。